ネイルはなくなりました。よかったな、秋。秋のベンチ。秋のベンチ。秋のベンチ。あ、ベニールが取り払われてます。ちょっと湿ってるね。地面が。でもまだこちらの方はちょっと足場が組まれてます。ここまで。足場が組まれてます。あ、気に入る外、下どんな感じ。暗いね。リード外してみます。ゾウガエルっていうの、あの鳴き方はゾウガエルかな。鳴いてます。ラギー、あ、カエルが鳴いてる。エレベーター上がってきてるよ。来るんじゃない。エレベーター上がってきてるよ。うん、ちょっと暗いですね。秋のベンチ。バイク。最近はバイクも乗らなくなりました。あ、涼しい。本当気持ちいい。今日は雨も上がって、本当になんていうんだろう、なんか爽やかな風が吹いてきて、夜の散歩も最高です。ね、秋。あ、気持ちがいい風が吹いてきます。南から吹いてきますね。南の方はこんな感じ。
分かりにくいかな。和歌山の方向を向いています。こっち上がってみたら、なき、こう上がってみたら、こう、はい、このままいくら続けても何の変哲もないので、ここで締めましょう。アギアギ、あ、ベンチ。こうして今日もひたすら歩き続ける秋歌なのでした。秋なのでした。